はい、どうも、リーダー06メントスコーラです。今日も皆様よろしくお願いします。今日からですね、12球団の、投資分析というコーナーをやらせていただきます。今日は楽天編となっております。皆様今日もよろしくお願いします。ルールを、確認しておきます。毎回1球団ずつ、紹介します。今回は楽天編となっております。大バカな先発ローテや、中継ぎ陣などを予想していきます。あくまで私の予想ですので、独断と偏見といいますか、私の意見なので、皆さんもね、意見が違うと思うんですよ。私はこうなんですけども、皆さんはこうみたいなね、意見がたくさんあると思うので、先発ローテ予想やね、中継ぎ予想などね、ここはこうみたいなね、意見をたくさんお待ちしております。ミスがあった場合は、ぜひね、ご指摘の方をお願いします。はい。主にね、私がまったりと話していく感じになりますね。動画をあんまり見なくてもいいのでね、たくさんのこうみたいなね、意見をね、コメントお待ちしております。はい。では早速見ていきましょう。はい。まずは先発からですね。まずね、則本投手と岸投手は、絶対ですね、怪我がなければ、絶対にローテは確定だと思っています。土曜日のオープン戦で則本選手は、寝違えて投げられなかったんですけども、開幕投手確定という記事を見たので、おそらく則本投手が、開幕投手になってくるんじゃないかなというのは思います。今年もどのぐらいの成績を残すかね、則本投手と岸投手のダブルエースはね、本当に楽しみ、期待できますし、楽しみですよね。私からこれ以上ね、これ以上特に話すことはないと思うので、次に行きたいなと思います。ほぼ確定のところに、唐島選手と古川選手を迎えたんですけども、この2人ではね、ローテはほぼ確定だと思っています。やはりローテには、最低1枚はやっぱり左投手が欲しいので、実績があるね、唐島投手は入ってくるんじゃないかなというのは思います。かなり意外なんですけども、唐島投手ね、まだね、2桁勝利ですね、10勝以上。受賞をね、したことがない、ありたことがないので、今年ね、ぜひ達成してほしいかなというのは思っています。古川投手もね、ほぼ確定かなというのは思っていて、去年ね、28イニング投げましたし、後半戦はね、かなり良かったんですよね、古川選手。交流戦あたりから投げ出しまして、古川選手ね。かなり期待できるね、先発投手の一人ですし、開幕ローテでね、しっかりと使っていくと思います。はい。私はここまでの4枚は、ほぼ確定だというのは思っています。あとの2枠ですね、4個確定が出たので、あと2枠を、今から書いている候補の選手で、争う形になるかなというのは思っています。藤平選手、三輪選手、森選手、近藤選手、西口選手、次のページに行って、この候補の選手で、争うかなというのは思っています。藤平選手は高卒3年目でね、非常に期待できる投手の一人ですよね。楽天の若手の中でもね、特に期待できる投手かなというのは思っていまして、まだ若いのでね、そんなにね、もう、すぐ一軍で投げる、1年目からかなり活躍した選手なんですけども、そんなに焦る必要ないかなというのは思ってるんですけどね、ぜひね、先発ローテとして、バリバリやっていけると思うので、使ってほしいかなというのは思っていますね。はい。三輪選手も、おととしですね、おととしに、2桁勝利を挙げた選手ですし、今年復活する可能性もね、私は十分にあるかなというのは思っています。はい、三輪選手は、確定とおっしゃっている方も多いですし、森選手は多いですよね。はい。次なんで森選手なんですけども、森選手はね、去年中継ぎでかなり良かったイメージがあるので、今年もね、中継ぎ主に、最初ロングリリーフで行って、勝利の方程式も入ってほしいんですけども、今年もね、中継ぎで使ってほしいと思ってるんですけども、皆様どうでしょうか。土曜日のオープン戦で則本投手の代わりになりたと思ってるんですけども、かなり良かったんですよね。はい。個人的には中継ぎの起用がいいかなというのは思ってるんですけども、楽天ファンの方ね、どちらで使うのかっていうのをね、ぜひ教えていただければありがたいです。近藤選手もね、ドラフト1位の選手ですし、楽しみな選手ですよね。個人的には西口選手を使ってほしいかなというのを思っていまして、かなりね、去年成田一試合の内容が良かったのでね、三輪選手が確定となってくると、私はね、藤平選手か、西口選手のね、どちらかで、ローテを争う形に なってくるのかなというのは思っています。はい。三輪選手も確定なんじゃないかなというのは思ってるんですけど、どうでしょうかね。
野木本投手、岸投手、金島投手、古川投手、三馬投手で確定で、まあ、西口選手か藤平選手のどちらが争う形になるんですけど、まあ、決めがたいんですけど藤平投手かなというのは思っていますね。はい、次候補2なんですけども、池田投手、蒲田、投手、湯気投手、千代美投手、吉則投手、福井投手となっております。はい、このメンバーに加えて安楽投手も付け加えておきたいですね。そろそろね、出てきてほしいんですよね。去年の2軍ではイニングをね、かなり食ったんですけども、まあ、好きな選手の一人なので期待してるんですけどね。まあ高校時代、まあかわいそうな部分がありましたしね、安楽投手。はい。鎌田投手も池田投手も、まあリリーフで、中継ぎでのね、起用もあるというのは思っています。湯気選手もね、リリーフで、ね、できれば使ってほしいかなというのは思いますね。鈴木選手はね、積極的な起用は大いにあると思っていまして、まあ理由なんですけども、若手の先発のサワンがね、左ですね。左があまりいないので、後半戦あたりは出てきてほしいかなというのは思ってるんですよね。まあ本当にね、中継ぎ、まあ森投手、まあ左なんですけども、まあ金島投手も左なんですけども、まああんまりね、まあできればね、森投手も中継ぎで僕的、私個人的には使ってほしいので、まあ鈴木選手ね、先発で使おうとなればね、まあ左が他にいない、あまりいないんですよね、左、金島投手ぐらいしかね。だからね、先発左という部分でもね、鈴木選手はね、積極的に使っていくのかなというのは思いますね。はい。かなりいい投手なのでね、楽しみかなというのは思っています、鈴木投手。はい。塩見選手も、復帰は5月の後半頃になりそうですかね。いい投手なだけかなり欲しいですよね。実績も十分な投手ですし、まあ、吉野投手はね、後半戦頃にはね、一軍で見たいかなというのは思っています。まだね、育成なんですけども、本当ね、吉野投手が、まあ、一軍で投げているところを見たいかなというのは思っていまして、楽天でのね、復活オープンを期待しております。まあ、まずはね、支配下登録を目指してやってほしいですね。あとはね、福井選手ですかね。広島でね、一時ローテを守っていた力はあるんでね、ぜひね、新天地で活躍してほしいかなというのは思っていますね。オープン戦でまず結果を出さないといけないですね。ここまでで判断して、先ほど言ったんですけども、則本投手、岸投手、金島投手、古川投手、三馬投手、まあ、藤平投手の開幕ローテかなというのは思っています。私の中でね、藤平選手と西口選手はなかなか決められませんでしたね。はい。次は中継ぎ見ていきたいなと思います。はい、こんな感じで1枚まとめてみました。松井裕樹投手、ハーマン投手、青山投手、孫投手、高梨投手、福山投手、久保投手、森原投手、北井田中継ぎで大野投手と近藤投手、石橋投手としました。はい、松井投手はね、できれば先発で使ってほしいかなというのはあるんですけども、左ですしね。今年もね、抑えの起用となるんですかね。どうなんでしょうかね、本当に。できればね、先発で使ってほしいんですけどね。ハーマン投手は外国人枠がありますが、セットアッパーでね、確定かなというのを思っています。野手でね、多分、ウィーラー選手とブラッシュ選手の2人を使うので、孫選手とね、新外国人のね、ブセリッツ選手ですね。その2人がね、争う感じなんじゃないかなというのは思っています。ブセニッツ投手ね、かなりね、オープン戦の方もいい感じで投げてましたし、まあ、楽天ファンの方からもね、かなり評価が高いですよね。高い投手ですし、どっちになるかなというのは楽しみですね。孫投手もね、非常にいい投手ですしね、レベルが高い外国人の争いかなというのは思っています。まあ、ブラッシュ選手が少し調子悪かったらね、まあ、中継ぎで3枚使えるんですけどね。まあ、中継ぎで3枚使うっていうのもなんか微妙ですよね、正直。はい。あとはね、左殺しの高梨選手、去年大活躍の青山選手、まあ実績ね、今年は去年は少し、まあ、怪我もあって調子悪かったんですけども、実績十分の福山選手、まだまだね、頼りになるね、本当にね、久保選手っていうのはね、頼りになるし、便宜屋の選手ですよね。はい。あとは代表にも選ばれましたし、今年ね、飛躍の年になりそうだなというのを個人的に思っている森原選手もね、いますしね、かなりね、中継ぎもね、そう、楽天はそうが熱いですね。期待の中継ぎとして、小野選手、近野選手、石橋選手はありたんですけども、ここから一人はね、中継ぎとしてね、今年投げてほしいかなというのは思っています。まあ、出てきてほしいですね、一人は。石橋選手なんですけども、リリーフでもかなり良さげなんですよね、オープン戦の、登板内容から見ても。オープン練習じゃないかな、わかんないですけど。はい。
石橋選手ね、非常に27歳のピッチャーなんですけども、非常に今年ね、中継ぎでの起用となってくると思うんで、非常に楽しみかなというのを思っています。はい。ここにね、森選手やユケ選手もね、中継ぎに加わる可能性が高いかなというのを思っていますので、楽天のね、中継ぎ先発ともにね、層がね、投手陣ね、かなり厚くなってきているかなというのは思います。はい。今日はね、この辺で終わっていきましょう。はい、結構ね、だらだら話してしまって、あんまりね、話がまとまらないことが多かったと思うんですけども、はい、すいません。ここまでね、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録と高評価、コメントの方よろしくお願いします。何か言いましたら、Twitter のこのアットが続く ID までご連絡ください。リクエスト動画などもね、どんどん募集しておりますので、何か言いましたら、Twitter かコメント欄まで、書いてください。はい、皆さんのね、先発ローテ予想や中継ぎ投手予想などね、数々のコメントやね、私に対する批判などもね、どんどん書いてください。それではありがとうございました。明日はね、引き続きこのコーナーで、阪神編となっております。よければそちらの動画も、ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。さよなら。